本日も、堀口秀俊スペシャル緊急短縮版の時間が、やってきてしまいました。現在、アジアカップのグループステージが行われている中、その熱気に影響されたのか、X でも熱いバトルが勃発しています。小林と堀口くんが、珍しくレスバしています。堀口くんはあまりにも敵が多いので、最近では小林に構うこと自体が、珍しくなりました。1月17日、小林は、Google への開示請求を通すのって、なかなか大変そうですね、とポストしました。Google は他のプラットフォームに比べて、開示請求に抵抗するみたいで、開示のラインが若干厳しいみたいです。弁護士をつけても、開示の基準はシビアなので、堀口くんが本人訴訟でやって開示できるかというと、まあノーコメントでお願いします。これに対して堀口くんは、小林の怒りが権利侵害を行っているのは明白、明らかに私の身体的特徴を、揶揄する意図がある、訴訟で勝てないから煽って現実逃避している、焦らなくても裁判でけじめをつけさせます、という趣旨のポストを投稿されました。長いので要約しています。すると小林の怒り様は、これに対して、大喜びで返信します。あ、秀俊がお返事くれた。大でもブロックは解除してくれないんだね。顔で、訴状まだ、民事刑事で徹底的に追及します。キリリ、だったっけ、プラプラー。7月27日、秀俊メール、貴殿は YouTube チャンネルの停止について、異議を申し立てる予定と伺った。しかし、すでに私は削除を求める仮処分命令を申し立てている。よって、異議申し立ては無意味、貴殿の動画が削除されることに変わらない。キリ、矢印普通に動画復活、無休。で、プラー。めっちゃおるやん。そういえば、そんなこともありましたね。今では遠い昔の出来事のように思えます。結局、すべての動画が復活していますから、堀口くんが勝手に先走っていろいろ動いた結果、自爆しただけの話です。かわいちょ、7月27日、秀俊メール、貴殿との示談交渉が成立次第、申し立て撤回することも可能ですよ、お兄ちゃん。示談金の減額や分納といった交渉も、応じますよ、お兄ちゃん。矢印今見ても普通に怖いです。チャンネルを盾に示談金を要求、裁判になったらこのメール提出しよっと、あ、カルピスの皆さん。この投稿についても秀俊に伝えてあげてください。そして秀俊、感想を教えて、プラ、ははははははは、異議申し立ては無意味、貴殿の動画が削除されることに変わらない、キリリ、矢印普通に動画復活矢印払いせに弁護士をネットに晒す。あ、そうか、払いせに弁護士を晒した可能性もあるわけか。一応堀口くんは、弁護士の実名を晒さないと、信用してもらえない、という主張をしていました。しかし堀口くんは、最初は弁護士の情報を黒塗りしていたものの、徐々に黒塗りを解除するという、意味不明なムーブをしていました。腹いせにボロン、したということであれば、そんな意味不明なムーブを披露したことも、一応説明がつきます。ところで、スクリプト攻撃が始まったのも、ちょうど動画が復活した後か、あ、謎は解けた。え、うせやろ。モロチン、たまたまだと思いますが、たまたま、タイミングがジャストフィットしただけでしょう。確かに初期の頃は、堀口系に対するスクリプト攻撃は、私が知る限りではなかったようです。途中から始まったんですよね。小林の広告収入が下がったのが、確か10月からでしたっけ。妙な偶然もあるものです。しまった。つい秀俊の煽りに乗ってしまった。違うの。二人は第一人友、ずっともなんだよ。顔ちなみに、小林とずっともになるには、下記リンクからなれるよ集合を繰り返してへ。小林様のメンバーシップに入ると、小林のずっともになれるそうです。ずっともになるの。有料でササファンだ。有料で友達になれるサービスというのは、一部の人から需要があるかもしれません。とある人物に、ぴったりのサービスではないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。